突然だが、ここに死老根体のジュズマルがいるじゃろ。唐突だな。死老根体だと能力は知力49の7割減。死老10死老の味方にさらに2割減とデメリットは重めだな。死老じゃなきゃ関係ないけどな。あと一振りでも死老根体の味方がいると味方全体の気力が1000ごとに1減少するぜ。感覚的には全員プチ七聖剣化が近そうかも。七聖剣に謝れ。で、他にも何かあるんだっけ？遠征の大成功がなくなるのもあるが、気力回復が制限される。もちろん弁当や団子も食えない。他の奴らも弁当食べられないんだ。手入れをすると気力49まで回復するが、これも疲労根体だと無理だな。直し方は？6時間放置するか疲労散路を使うかだな。疲労散路、いつかイベントの報酬になるのかな。でも狩猟には出せる。なんで？出しました。なんで？そして鳩だ。お帰り。そして帰ってきた時の気力がこちら。というわけで、疲労根体を直したいときは狩猟に出そうな。いや、あのさ、このやり方、鳩か96時間いるからな。